皆さんこんにちは。本日もポケモン動画スカーレットバイオレットやっていきましょうか。で、今日なんですがエンディングを迎えまして、一通りプレイすることができましたので、それを踏まえて気になるところ今から見ていきましょうか。おほほ、なんか歩き方すごいな。ってことで、気になるところっていうところなんですが、おそらくですね、こちら多くの方が同じようなことを思っているのではないでしょうか。具体的な場所としましては、こちらでござるね。多分これね、かなりの方が気になってるんじゃないかな。で、ちょっと待って、マップめっちゃ見にくいな。場所なんだけど、あ、ここだね、ここ。こちらに学校がございます。テーブルシティ。で、ここの右上ですね。ここの右上に、めちゃくちゃ意味深なエリアがありませんか。これ最初ね、海かなと思ったんですが、明らかにこことここだと色が違いますよね。で、あと不自然じゃないですか、めちゃくちゃ。これ、ここのなんか点線みたいなところがめちゃくちゃ不自然ではありますよね、ここ。で、一方他のところ見てみると、こんな感じ。なんか明らかに右上だけ違和感ありませんか。で、発売前からですね、右上の方にはもやがかかっていて、で、何やらですね、カロス地方に行けそうな、そのような伏線らしきところが見受けられたんですよ。で、実際に発売してみるとこんな感じよ。で、やっぱりですね、かなり意味深なところがございまして、これはね、ほぼ 100% やはり今後何か隠されている可能性が高いのかなと思っております。で、位置的にはですね、カロス地方の可能性が極めて高いわけよ。まあ発売前からですね、指摘されておりましたが、やっぱりこれは怪しさしかないよね。ここマジで。けど、明らかにさ、色が違うわけで、で、この点線もめっちゃ気になるしさ、何これみたいな感じですよ。いや、今後ね、ダウンロードコンテンツで追加されるのか、それとも無料アップデート、こちらで追加されるのかわかりませんが、ただ何かしらの隠された要素は、間違いなくあるでしょうね。ですので、スカーレット・バイオレット、今発売して自分たちはプレイしているわけですが、言ってもまだ未完成品って感じでしょうかね。いや、これはね、夢が膨らみますよ。で、縮小すると、まあ、こんな感じになっておりまして、やっぱ明らかに右上だけ違和感ありますよね。で、色も異なりますから。はい。まあ、気になる方はですね、カロス地方、そしてパルデア地方、こちらを見比べてください。明らかに連結しそうな感じのところがね、あるんですよ。はい。まあ、そんな感じでございます。まあ、公式が公開しているマップですね。そちらをご覧くださいと。ではですね、ここの点線のところですね、今から見に行きましょうか。まだね、発売して間もないっていうところで、まだそこまで気にしてないよっていう方が多いかもしれないんで、実際に現地に行きましょう。では、この点線のところってどういう地形になっているのかっていうところですね。非常にそこが気になってくる。で、まあ、ここに関してはですね、事前に僕もですね、見てはいるんですが、よいしょ。で、まあ、どこでもいいんですけど、あー、ちょっと待てよ。ここもちょっと見てみたいな、ここ。海辺も見てみたいね。これどういう仕様になってんだろうね。よし、ってことで行きましょう。で、まあ、崖登りと。いや、めっちゃ便利ですね、崖、あれ?ちょっと待てよ。崖登りさせてくれ?なんかたまにできないところあるよね。で、まあ、こちら、向かっていきましょう。で、ここかな?ここ登っていきましょうか。よいしょと。で、まあ、見えてきました。点線のところが。で、ここは果たしてどうなっているのかっていうところでござるね。よいしょ。で、まあ、あれ?ちょっと待てよ。OK。いいね。では、こんな感じだな。で、ここね、正面が、さっきの点線のところですね。になっておりまして。で、崖がね、あるんですよね。じゃあ、これね、崖を登ることができるのかっていうところが多分気になるところだと思いますので、念のためですね、一応こちら登ってみましょう。あ、なんかここの崖さ、めっちゃ滑るね。ちょっと待って、めっちゃ滑んだけど。で、ここやな。で、こちらでござる。ただね、パッと見だとなんか普通に登れそうな雰囲気もするんですけど、ただ実際ですね。よいしょ!
そう、登ろうと思ったらね、明らかに登れないね、崖があるっていうね。めちゃくちゃこれ違和感ない めちゃくちゃ違和感ありますよね。何これみたいな。何が違うのみたいなところですよ。で、まあ、こんな感じになっております。はい。で、ちょっとね、ここの崖沿いをですね、走っていきましょうか。で、ここには特に何もなしか。ここには特に何もなしで、で、そこ、よいしょ。で、ここも登ることができないか。ちょっと待てよ。大ジャンプ。よいしょ、いけるね。で、ここだね。やはりここは登ることができないと。あ、こっち側は登ることできるんだね。おほ、サイコショックゲットした。で、まあ、こんな感じになっています。だからもう絶対にこれ登ることできないんですよね。で、入り口らしきところも特にないんですよね。ただまあ、そのカロス地方の入り口ってさ、その公式が公開してくれたマップ見てみると、ちょうどこの辺りなんですよね。そう、連結がね、ちょうどこの辺りなので。おや、よいしょ。あ、ここ登ることできるわ。で、君たちはいらない。ちょっと迂回しましょうか。けどやっぱここら辺が怪しそうではあるよな。多分ここら辺がダウンロードコンテンツで開くことになるんじゃないかな。そう、ここですね。多分俺の予想だとここだな。ここら辺がやっぱ怪しいかな。ですね。で、比較的なんか、接してる部分は多いんですよね。で、水辺の方も見てみるか。おー、すーごいね。北パルデア海。なかなかでけえな。で、まあ、こんな感じになっていると。で、まあ、パルデア海がこのような形になっているわけですが、で、このまま見ていきましょう。で、見てもらったらわかる通り、崖がね、続いているという形になりますね。そう。ずっとね、崖が続いておりますよ。で、これは何だ？おお！シビルドンいるね。シビルドンがおりますわ。ちょっと今回はスルーしていきますが。こんなとこにおるんだ。ええー。アシストパワーだって。で、まあ、こんな感じになっていて、ずっと崖がそびたってますね。すごいな。お、ちょっと待てよ。なんか色が違うところがありやしたね。あれは何だ？多分どこかから行くことがこれできるようになるんでしょうね。あれ、なんか色が若干違うね、ここら辺から。おやおやおや。おやおやおや。こっち行ってみるか。なんか海のところから行く感じになるのかな、実際問題。けどダウンロードコンテンツってカロス地方ってあんまりなんか、イメージ湧かないけどね。なんか来るとしたら無料アップデートの可能性が高そうではあるけど、どうでしょうか。よいしょ。ちょっと泳ぎましょうか。泳いで泳いで泳いで。めっちゃ速いね。特に関係はなしか。ちょっと遠くから見てみようか。ちょっと遠くから見てみたいね。これすごくない？ 主人公 で、遠くから見てみたいんですが、崖の高さはそんなに高くはないよね。いや、めちゃ気になるな。この先何が隠されているのかっていうところですよ。超気になるわ。なるほどね。あ、崖結構でかいんだね、こう見てみると。なるほど、なるほど、なるほど。こんな感じになってるっていうことか。へえ、なんか面白いね。ロマン溢れるわ。なんか今後もさ、ストーリーが続くんだなと思うと、めちゃくちゃロマン溢れますよね。入り口らしきところってやっぱないよな。純粋に壁みたいな感じでしょうか。純粋に壁って感じがするね。それ以上でもそれ以下でもないか。はい、まあそういった形でございます。じゃあ今日の動画この辺りで終わっていきましょう。まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画
見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。そしてぜひこのタイミングで高評価、カラス地方が出てきてほしいぜっていう方お願いします。ってことでお疲れ様でした。